はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この前ですね、歯医者に行った、ね、日の前の日の晩のことなんですけどもね、久しぶりにね、この左足がね、つりました。もう久しぶりすぎてね、怖かったですよ。もう約ね、1年ぶりぐらいでしたのでね、足がつったのが。だからね、もう足がね、もげてしまうんちゃうかなって思うぐらいのね、気分にさせられましたね。もうほんまに怖かったですわ。で、最後につったのはほんまにちょうど1年前ぐらい前なので、まあ、それからね、これまでその長い間というのはですね、症状が出なかったので、まあそんな時期かってね、いう感じでした。でもまあ、あの一瞬だけやったんで、そこからね、全くね、釣りそうな兆しもなくてですね、今のところ順調に過ごしております。まあ順調に過ごしてるんですけどね、まあその時の原因としましてはですね、まああの日はめっちゃ寒かったので、もうね、冷えというのがね、考えられます。この先日の動画でですね、冷えからの下痢っていうのについてお話しした時のようにですね、体は冷えるとですね、様々な機能が低下します。で、まあ、先日のね、下痢の話に関してはですね、まあ、内臓の機能やね、筋肉など、まあ、各細胞のね、機能、そして血液の細胞の機能も低下してですね、こうね、こう胃の中に入った食べ物がね、消化されないまま小腸に渡って、でその小腸でもね、その分解が行われなかったりとか、栄養成分がね、吸収されないままですね、大腸に流れてしまって、でそのまま消化不良の物質として排出されてしまうのが下痢なんですよ。で、まあ、このようにですね、各臓器、各細胞のね、機能の低下によって下痢になるんですけども、これね、つるという現象もね、機能の低下がね、考えられるんですよ。そしてこのつるということに関してはですね、機能の低下はもちろんなんですけどもね、必要な栄養成分やね、水分やエネルギーの減少も考えられます。で、人間の体というのはですね、汗をかいたりね、排尿することでね、体の水分やイオンのバランスが保たれてますけども、何らかの原因でね、そのバランスが崩れてしまって、筋肉からの信号がうまく出なくなってですね、足のつりがね、起こると考えられます。例えばね、夏場にね、暑いからといってクーラーを使いすぎたりとか、冬の気温の低下によってね、冷え性気味になるとですね、足のつりとかね、こむら返りがね、起こりやすくなります。これはね、血行不良やね、イオンやエネルギーがね、不足することに加えてですね、冷えというもので筋肉が緊張してくることがね、原因と考えられるんです。その他ではですね、加齢における筋肉の衰えなどでね、中高年になるとですね、若い頃に比べて筋肉の量がね、減ってですね、さらに血行不良でね、冷えやね、脱水傾向などのね、さまざまな要因がね、重なりやすくなって、結果として足のつりが起こりやすくなります。僕がね、先日つった時はね、夜のちょっと遅い時間帯でね、まだ起きてた時なんですけどもね、これまでよくつっていた1年前というのはですね、夜に寝てる時やったんですよね。そうなんですよ。あの頃はね、睡眠中にね、強烈な足のつりに襲われてたんですわ。で、そんなね、睡眠中につってしまうということにね、考えられることというのはですね、睡眠中という時にね、意識してない、そう、強い筋肉の収縮がですね、突然発生してつって痛みを伴う症状はね、俗にね、こむら返りと言われています。医学用語ではですね、有痛性筋痙攣とね、筋クランプともね、表現されます。まあ一般的にね、皆さんのような健康な人であってもですね、激しい運動の後やね、長時間の立ち仕事の後にはですね、足を中心にね、起こることがありますけどもね、50歳以上ではね、ほぼほぼ全員がね、一度はね、夜間のね、こむら返りをね、経験していて、で60歳以上になるとね、6% がね、毎晩のようにね、こむら返りにね、襲われているという報告があります。一般的にね、筋肉の細胞はカルシウム、マグネシウム、ナトリシウム、カリウム、水素のね、各イオンのバランスによってね、反応しやすさがね、決まるんですけどもね、健康な人ならばね、その過剰なイオンはね、尿や汗から排出されて、まあ、反応性がね、ちょうどいい範囲内でね、収まるようにね、調節されています。ところがですね、睡眠中というのは汗を多くかいていて脱水傾向にありますし、さらにですね、全身をね、ほとんど動かさないためにですね、心拍数も減って血行は低下しています。まあ、先ほども言いましたけどね、夏場にクーラーをつけっぱなしで寝たり、布団をかけずに寝たりするとですね、足の筋肉が冷えて血管も収縮してね、血行はさらに悪くなります。で、冬場も同じでね、部屋の
中の、ね、温度が下がっていくとですね、もちろん底冷えが、ね、起こるようにですね、布団の、ね、表面温度も、ね、下がって、そのために中の温度が逃がされて、中の温度も下がります。でこういったね、悪い状況下の中でですね、イオンのバランスが崩れているときにですよ、たまたま寝返りを打って筋肉に刺激が加わると、筋肉の細胞が暴走して過剰な収縮が発生しやすくなってしまうんですよ。まあこのようにですね、温度変化によってね、つりやすくなるのはね、理解できるんですがね、なぜ中年以降で起こりやすくなってしまうんでしょうか。まあその理由としてはね、先ほどもね、簡単にお話ししましたけどね、もう少しだけね、細かくお話ししますとですね、若い時より運動量が減っているためにですね、筋肉量が減少している、そして筋肉内の、ね、血行が低下する、そして乳酸などの疲労物質が排出しづらい、そして末梢神経の興奮を抑えにくくなる、そして筋肉の細胞が暴走しやすいということが考えられています。でこのようにですね、年齢を重ねると大した運動もしてなくてもね、筋肉に疲労が出てきたりですね、睡眠中に足がつるリスクがね、高くなってしまいます。他にも例えば女性なんですけどもね、まあ、妊娠でね、その過呼吸になったりしてね、血液がアルカリ性に傾いたりしてね、子宮が下大病脈を圧迫してね、循環が悪くなっていたりとか、で足がね、常に疲労していることからね、こむら返りを起こしやすいことがね、知られています。で男女問わずにですね、こむら返りの痛みがね、あれほど強いメカニズムというのはね、実ははっきりしていませんけどもね、落ち着くとね、全く痛みがなくなるのがね、ほんま不思議ですよね。たとえね、こむら返りが起こったとしてもね、ほとんどのケースではね、まあ、一過性の現象としますのでね、ストレッチとマッサージをするとね、大体ね、大丈夫なんですよ。まあ、痛いのがね、ふくらはぎであればですね、膝を伸ばして座って足の指をこうギューっとこうゆっくり手前にね、引き寄せたりとか、こう立てぜ、ね、足を前後にずらしてね、アキレス腱を伸ばす要領でね、ふくらはぎのストレッチをね、してください。ほんで僕の場合はね、足首からね、こうつま先にかけてね、つるので、ここふくらはぎじゃないんですよ。足首からつま先にかけてするので、この場合はね、足首をどの方向にね、こう動かしてもね、足の指をどう動かしてもね、その方向にピーンってつったりするんでね、もうね、どうやってもね、痛いんでね、その時はね、ほんまに時間との戦いでね、ゆっくりマッサージせなしゃあないんですよ。そんなね、人々をね、恐怖に陥れるこむら返りがですね、起こりにくくなる予防法としましてですね、規則正しい生活、デバランスの良い食事、適度な運動及び運動後のストレッチで、ミネラルの入った水分のね、積極的な補給で、アルコール、タバコの減量、ヒールの高いようなね、疲れやすい靴をね、避けるといったことがね、基本となります。またね、こう仰向けで寝ていて、重たい掛け布団をね、使うとですね、足首の関節がですね、伸ばされてで、このままこむら返りが起こりやすくなるという可能性もあると言われています。そんな時はね、横向きに寝たりとかね、軽い掛け布団にしたりするのもね、有効的です。そんなね、寝てる間のこむら返りとかね、その起きている時間でね、その僕のようにね、その釣りが起こってしまう回数がね、もう多くて多くて、生活に支障がね、出てしまう方っていうのは、もう他の重大な病気がね、隠れてないかをチェックする必要があります。こむら返りが起こりやすいね、病気としましてはですね、イオンバランスの異常、血管病変、代謝異常、内分泌疾患、神経筋疾患、骨関節疾患、そして僕のようなね、薬の副作用などがね、挙げられますけどもね、まあ、その他にはね、喉が渇くとかね、手足がしびれる、で歩きづらい、腰痛がある、足が異常にむくむでね、言葉のもつれなどのね、症状にもね、思い当たる節があればですね、早めに病院に行きましょう。まあ、今までね、このようなね、足のつりをね、一度も経験したことがね、ない人でもね、まあ、今後どう対処すればいいのかぐらいはね、知っておいてください。まあ、そんな感じでね、久しぶりに足がつったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。